あ、暇だね。そうだね。あ、そういえばさ。なんだい。前から言ってた2周年記念動画っていつ投稿するの。あ。どうも、鉄仮面ライダー6選です。最近出番が多い気がする悟りです。今日は、金山駅前で開催中の、鉄道の記念イベントの会場にやってきました。こういったイベントへの参加は私初めてだから、とても楽しみだわ。それじゃあ、まずはスタンプラリーの、台紙をもらってこよっか。了解。ってことでね、はい、スタンプ台紙をもらってきました。このイベントに参加してる鉄道会社、各社のブースの解説に記事が書いてあるね。ここに4つスタンプを押してもらうと、景品がもらえるらしいので集めていきましょうか。風が強くて台紙が見えない。まずは台紙。そういえば、今日から新メンバーが加わるって聞いてたけど、いつ登場するの？この後、新メンバーがいる待ち合わせ場所に向かうからその時に登場する予定だよ。そうなんだ。で、アゴ主ってグッズ販売っていくの？もちろんさ。そりゃそうだね。今回は鉄道部品の販売もあるらしいから、それの在庫があったらそれを手に入れたいところだな。買えそうなやつだと、1個500円の釣り革かな。それはお買い得だね。というわけで、現在スタンプを4つ集め終わって、景品をもらってきてから、グッズ販売の列に並んでおります。狙いの釣り革、まだあるといいね。鉄道部品は、釣り革以外にも電輪スイッチをはじめ、4電式スイッチ、架線電圧計、締め切りスイッチなどもあるらしいけど、予算がない上、時間的に売り切れてると思われるので、今回は断念するしかないね。なるほど。他には何が売ってるの？他には、犬山線110周年記念キーホルダー、名鉄カレンダー、マスキングテープ、ペンケースなどがあるらしいよ。ほうほう、まあ、どの在庫があるのかは、見てからのお楽しみだね。そうだね。あ、こっちの方がいいかな。あ、これもいいな。あ、これか。これか。こっちの方がいいかな。これか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 。悩みに悩んだ結果、犬山線110周年記念乗車券と、金山駅の入場後券を購入してきました。主の予想通り、鉄道部品は全部完売してたね。まあ、釣り革が売り切れてたのが悲しかったけど、記念乗車券と入場券が手に入ったからいいじゃないかい。確かにそうだね。あと、後券の方には150周年を記念する、スタンプ。が押されてるね。中に入っている台紙と乗車券、入場券は、後でじっくりと見させていただきます。それを動画にしろよ、アホ主。じゃあ、そろそろ新メンバーと待ち合わせを、してるところに向かおっか。はい。
というわけで、大須にやってきました。ところで、なぜ大須にしたの？大須に用事があったから、ここにしたんだ。なるほど。そして、こちらが新しいメンバーの方です。どうぞ。皆さんどうも、はじめまして。メディスンです。これからこのチャンネルのメンバーとして頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくねー。ところで、大須に何しに来たんですか？加藤のアッシーパーツを買いに来たんだよ。あと、自分たちに対してはタメ口でいいからね。はい。ちなみに、何のアッシーを探してるの？今回は、マミ36300番台の床下とボディを探してるんだ。それで、悟りにお願いなんだけど、キッズランドにアッシーパーツがないか見てきてほしいんだ。自分たちは、先にポボンデッタに行って、在庫の確認をしてきた方が効率がいいから、お願いしたいんだけど。なるほど、わかったわ。ありがとう。それじゃあ、また後でー。行ってきます。行ってらっしゃい。さっき聞き忘れたことがあるんだけどいい？なんだい？どうして台車以外の床下とボディだけ欲しいの？それはね、SH43 をアッシーで一応組み立てようとした時に、SH43 の床下がどこにもなかったから SH47 の床下一式を手に入れて台車を交換したんだ。その際に TR23 が余ってしまったから、次はマミ36をアッシーで組み立てようと思い、床下とボディだけ欲しくなったんだ。なるほど、そうだったんだね。ポポンデッタとキッズランドって近いの？歩いてすぐのところにあるよ。私、ポポンデッタに行くの？初めてだから楽しみだよ。きっと気に入ると思うよ。マミ36のアッシー、なかったな。オユ11とかマミ61ならあったけど、アホ主は見つけられたのかな。さすがにポポンデッタにはあると思うけど、まあ、とりあえず合流しよっと。無事にマミ36のアッシーが買えてよかったね。いやー、本当にあってよかったよ。その代償として、貧血になっちゃったけどね。それはやっちゃったねー。けど、結果よけれ。オース館の駅に戻ってまいりました。今回は1年ぶりくらいのゆっくり旅でしたね。ボツになったのが何個もあるけどね。それらはまあ全部訳ありでボツになっていますが、もしかしたら投稿するかもしれませんですが、多分出さないと思いますが、どっちなのよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。お知らせ、2022年10月11日をもちまして、動画投稿を開始してから2周年となりました。ここまで来れたのは視聴者の皆さんのおかげです。それと同時に、当チャンネルは、ホッチキスさんとの共有チャンネルともなりました。これからも相変わらずの不定期投稿のままですが、今後もよろしくお願いします。せめてこの際に定期投稿にしろよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter のフォローもお願いします。Twitter のアカウントは、当チャンネルの概要欄から、いけますのでよろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。